ジョン・ジョセフ・クランリー、英語、ジョン・ヨゼフ・クランリー、1974年2月28日体は、アメリカ合衆国の政治家である。シンシナティ市長に選出される前は、法律事務所のキーティング・ミューシング・アンド・クレカンプで、弁護士を務めていた。1974年2月28日に、オハイオ州ハミルトン郡、グリーンタウンシップで誕生し、シンシナティのプライスヒル地区で育った。 セントウィリアムズ小学校に通い、1992年にセントザビエル高校を卒業した。その後ジョン・キャロル大学に入学し、優秀な成績で卒業した。大学卒業後は、ハーバードロースクールに通いながら、法学と哲学を教えた。ハーバードロースクールでの2年目と3年目の間は、弁護士を雇う余裕のない人々のために、学生弁護士として働いていた。 2000年から2009年まで市議会議員の職にあった。2003年には新シシティに税金誘致創設の推進を主導した。またクランリーは芸術、文化、観光、マーケティング、経済発展、法と公安、運輸、インフラ省委員会といった委員会に参加した。そしてオハイオ倫理委員会に助言を求めた後、2009年に市会議員を辞職した。 またイーストプライスヒルの歴史的なインクライン地区の修復に取り組み、マンションとレストランで構成される500万ドルのプロジェクトを主導した。2002年にクランリーはシンシナティ大学ローカレッジでオハイオイノセンスプロジェクトを共同設立し、2002年から2006年まで管理ディレクターを務めた。2019年3月の時点でプロジェクトは誤って、 有罪判決を受けた28人を免罪した。オハイオ州第五条訴地方裁判所におけるクランリーの DNA を使用した主張は2006年に運転殺人の罪に問われ9年の刑期のうちすでに4年を務めていたクリストファーリー・ベネットの有罪判決を覆した。二千年と二千六年にオハイオ州の最初の議会での 得票率を得たが、いずれも当時現職だったスティーブ・シャボーに敗北した。そして2013年9月のシンシナティ市長予備選挙で勝利し、2013年11月の市長選挙でロクサーン・クオールズを破り、2013年12月1日にシンシナティ市長として先制した。2017年のシンシナティ市長選挙で再選した。この時のクランリーの指摘は、 ベット・シンプソンであったとされるが、これはシンプソンが講演した世論調査による緊迫した市長選の後、クランリーは2期目も紳士なき市長として再選された。しかしクランリーの任期は2021年1月までで、現在任期が限定されている。ありがとうございます。